岩国電気軌道は、かつて山口県岩国市に存在した軌道線の運営会社である。後に電気事業も兼営した。岩国出身の藤岡一介により設立され、社長に就任した一介の指導の下で付設された。その後、岩国電気、中外電気と軌道線の経営母体は変わり、最後は山口県直営となった。広島電鉄。 クレシデニよりも早い開業で中国地方においては最初となる路面電車にもなった。岩国市街と国鉄産業本線岩国駅との間の距離が離れていたことから付設されたものだが、1929年に国鉄岩徳線マリーフ駅岩国駅間が開業すると並行路線となるため保証を受け配線となった。現在岩国市交通局では、 岩国電気軌道の電車を模したバスの市助号を観光客向けに運行している。ルートもむね岩国電気軌道のそれに沿っている。廃線時1923年7月改正時1925年、当時1923年7月当時前川による停留所を示す標識等は設置されていなかったが、西君停留所には約7.4平方メートルの待合所が、 設置されていた。新町停留所には、電車乗工場以外に、以下の施設、設備が存在したとされる。前川の13ページには、新町停留所の施設、設備及び線路配線を記した図面が、掲載されている。全線単線のため、列車交換設備が、以下の場所に設置されていた。岩国駅前以外の列車交換設備は、頻繁運行を行うときに使用。 使用していた分岐器の一部は発情点鉄器であった。1909年度に電動客車1から3、付随客車4から5、貨車4両。1911年度に電動客車6。1921年度に電動客車7から9を増備。電動客車に連結して使用保証金額675,450円。1918年2月設立。 初代社長は、藤岡一介だが、会社設立間もなく、肺炎により急性。時刻表に見当たらず、単位の換算が合わない。原文ママ、または、本項目編集時のタイプ、高松義太郎によれば、東京市電251型を購入したとしている。ありがとうございます。